どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。ちょっとレッスン始める前に2つお知らせです。まず1個目、こちら。はい、ベトナムツアー、ガズさんと行くベトナムツアー JTB でですね、募集開始になりました。このツアーはね、ガズさんとね、もう いろんなとこ行って、もちろんこの G ラボのウクレレ工場見学もあるし、美味しいもん食べたりね、いろいろこう歌うところとかもうね、盛りだくさん。内容をちょっとぜひご確認いただきたくですね、ここにリンク貼っとくのと概要欄にも貼っとくんで、ぜひ一緒にベトナムツアー参加しましょう。JTB 安心ですよ。はい。じゃあもう1個のお知らせ。はい。今使ってるこのガズレレの G ラボウクレレ。ね、ガズのウクレレたち。ただいま大好評で販売と予約受付中になっております。ぜひ皆さんホームページでチェックだけでもしてください。めちゃくちゃ高品質なウクレレですからね。ここに URL 貼っときます。そしてこちらの、簡単バージョンで使ってるウクレレに関しては、なんと今、Amazon でゲットできるようになっておりますので、ぜひ Amazon でちょっと検索してみてください。はい。さあ、このウクレレたちを使いまして、今日もレッスン始めていきましょう。今日取り上げたい曲はですね、熱い曲です。マカロニ鉛筆のヤングアダルト。こちらの曲、やってみようと思います。この、なんていうんだろう、青春のですね、こう、あの独特の苦悩みたいなのがうまく表現されてる、すごくね、こう、グッとくる名曲だと思いますね。ちょっと落ち着いた感じ、このウクレレ一本でどこまであのムードを表現できるか、やってみようと思います。これはかなり奥が深いことになっているんで、もりもりやっていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている、超シンプル簡単バージョンをゆっくりやってみるんですけれども、この歌ね、歌が難しいというかですね、もうマカロニ鉛筆ならではの言葉のメロディーと言葉の入るタイミング、これはですね、かなり聞き込みが必要だと思いますけど、ハマっちゃうやつなんで、ぜひ取り組んでいきましょう。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはさらにリズムでですね、その表現力を増して、エモーショナルに攻めていきたいと思います。2バージョン、最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高ですけど、やる方がもっと最高なんですよ。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルはですね、今まで私音楽やってみたいと思ってるんだけど、もう不器用で無理ですとか、私がきっと無理だと思うな、みたいな方が、あっという間にできる、ガズレレのね、プログラムがあるんですよ。このプログラムを見てたら、どんな方でもあっという間にすぐにウクレレで音楽できるようになっちゃいます。はい、やってみたいなと思った方は、今からこのガズレレのプログラムのリンクを、ここに貼り付けておきますんで、ここのリンク先に行って、上から順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってやってみてください。いいですか？ここから始まりますよ。クリック、いってらっしゃい。クリック、いってらっしゃい。そこにはですね、今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このウクレレ、ちっちゃいウクレレ一本でもうめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでにね、1900曲以上もね、多分アップロードされていると思いますね。皆さんの好きな曲もあると思います。たくさんあるんで、例えば皆さんのやりたい曲と、スペース、ガズレレっていう感じで、YouTube 内で検索すると結構出てくると思います。やってみてください。さあ、それでは本日のレッスン動画入っていきましょう。マカロニ鉛筆のヤングアダルト。まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンをゆっくりとやってみます。 1,2,3,4 1,2 夢を見失った若者たちは希望を求めて文学をはたまた汗まみれをスマートフォンを握りしめて
のマカロニ鉛筆のヤングアダルトガズレレでシンプル簡単バージョンをゆっくりとやってみました。いやーすごいこのメッセージ性っていうか、この若者のね、ほんとこのなんかくすぶってる感じがこうグッとね、いい感じでこう表現されてるなと思いました。すごく最高でございます。ゆっくりやっていきましょう。で今聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルのショートカットをアレンジバージョンにさせていただいておりますのでですね、まずですね、このガズレレバージョンで練習しておいてください。でフルコーラスで私やりたいなと思った方、これ2番とねコード進行一緒ですからね、歌詞が変わってくるだけなんで、まずこれを基礎にして、後でね慣れてきたらこう自分で書き出してフルコーラスに挑戦するのもいいと思います。はい、そういうわけでまず最初はガズさんの簡単バージョンの演奏に合わせて一緒に練習スタート。歌詞とコード出てますからね、してください。これに合わせるのもかなりね、歌は難しい、タイミングとメロディーね、なかなかね奥が深いんですね、奥深いんですけれども、一緒にできるように目指していきましょう。1個目のゴール設定をね、 できるようになった方おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するのはなかなか難しいんで、最初のうちは楽譜をですね見ながら何回も演奏していて、いずれは覚えちゃってですね、覚えちゃったらこれ気持ちいいですよ。夜空に向かってね、夜を越えこんな風に歌っていける、これがね本当最終目的だと思うんですけど、まずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるのと声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏は、はい、このガズさんの手書きのノートを見ながら演奏していきました。はい、マカロニ鉛筆、はい、ヤングアダルトと書いてあります。見て丸1って書いてありますので、今日は2枚にドーンとこれでも渡っておりますということなんですけど、もうちょっとしたらこのようにねカメラに大きく映して、みんなもこんな風に書いていけばいいよってシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたヤングアダルトを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノード楽譜があります。その中から皆さんこの曲やりたい、憧れの曲みたいな選びいただいて、お選びいただいて、毎月5曲お手元にデジタルデータとしてドンと届くというですね、画期的なサービスなんです。そしてこのね、ガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃ盛りだくさんなことやってましてですね、毎月2回ガズクラブのメンバーだけが参加できる、世界中から参加がある大セッション大会ガズオンが行われております。毎月2回ですよ。課題曲を決めて大熱唱、これがめちゃくちゃ楽しいです。あと、ガズクラブの方だけが使えるアプリがあったりとか、あと毎月1回ガズクラブミーティングと称してですね、ガズレレが今どんなことやってるかっていう 裏口のねミーティングをですね、みんなにも共有していて、みんなのご意見も聞いたりしてるという、なんていうかこう村を作ってる、そんな感覚でございます。あとちょっとガズクラブとは別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こちらはですね、 YouTube メンバーシッププログラムというやつで、毎週2回590円で、ライブ配信による講義です。毎週2回なんで1ヶ月にだから、何回だろう、8回とか10回とかそのぐらいあると思うんですね。すごくこれ濃厚です。テーマソングを決めて深掘っていく、チャットでやり取りするやつなんですけど、これ YouTube メンバーシッププログラムっていうのは、このね動画をAndroid 携帯かパソコンで見てる人、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこから入っていきます。毎月590円です。よろしくお願いします。あとね、朝7時半からガズさんラジオ配信しています。ガズラジというラジオ配信なんですけど、スタンド FM というアプリのラジオ局で、毎日365日やってますんで、ぜひ聞いてください。いつでもどこでも無料で聞けるラジオ配信になってますんで、はい、この辺のね、今のね、ガズクラブとガズレレ大学とガズラジ、この辺のことは概要欄にすべてリンクかかってますんでね、ぜひ見てみてください。さあ、それでは楽譜を見ていきましょう。ヤングアダルト、マカロニ鉛筆でございます。はい、イントロなんですけど、これちょっと見てください。下にこうくるっと書いてあるでしょ。これね、かっこいいバージョンではこの弾き方を使いますよと、これね、かっこいいんで、ちょっと後で解説していきます。かっこいいバージョンでこの辺のリズムもですね、かなりね、面白いことやるんで、ご注目です。これね、見てもらうと、こう、CC と、コードはね、すごくシンプルで簡単コードが続いていくんですけれども、この、見てください、この歌。はい。この歌のメロディーと言葉のタイミングはもう今日は悶絶ですよ。簡単に聞こえるんですけど、ね、歌ってみるとね、もうね、全然この言葉のタイミングをなかなかね、掴めないんで、これマカロニ鉛筆ならではですね、この言葉の感じ。だけど、できるようになるとめっちゃ気持ちがいいっていうところがあるんでね、ちょっとじっくり取り組んでいってください。お時間ある方はこうやって一時停止しておくと映してもらいたいのと、今ね、さっき紹介させてもらったガズクラブで、ガズのノートこのものをダウンロードしてもらうのめちゃくちゃ今日特に有効だと思います。この言葉の上に点があるじゃないですか。あとここ、くるっと囲ってるとかね、ここにもくるとか書いてあるでしょ。これが早口で言うよというメッセージがすごい詰まってます。ちょっとここ言ってみると、この点の上でリズムが変わっていくんですよね。夢を見失った若者たちは、このたちはってこう早く言うからこうくるっとまでね、希望を求めてね、こんな感じ、文学
文がこう文がこうこれ文がって書いてあるからこのくるって囲ってるんですよ。こういうのはですね、歌詞カードには絶対わからない表現であり、このね、ワンブロックに対するこの位置関係もかなりね、参考になると思うんで、ぜひともガズクラブでこの楽譜ダウンロードも、ご検討いただければと思います。時間ある方はこの通りにね、そっくり書いていただければいいと思います。はい。で、ここ止まるとか書いてありますからね。一時停止で書いていってください。はい。で、ここ間奏は6ブロックあります。で、ここから2番ですね。2番の AB。ですから、この辺はね、コード進行は、ね、同じな感じですけどね。はい。OK かな。一時停止で書いてくださいね。で、ここ、ちょっとこの間奏を挟んで、C と E7。で、ここにね、矢印書いてあるし、これシンコペーションで、これかっこいいバージョンで、ここちょっとね、ここからノリを出していきます。そして、ここからサビに入ります。サビはこっち側にくるりんぱすると、こういう風になっております。で、ちょっとここにご注目なんですけど、この下にくるっと囲ってあるとこあるじゃないですか。これをかっこいいバージョンで、この下の Bm75 というコードを、できれば弾いた方がよりかっこいい、切ない感じが出るよということなんですけど、難しかったら Dm でもいいと思うんですけど、これ後で解説していきます。そしてですね、ここ見て、上下2段に分かれてるじゃないですか、カッコつけて。ここもカッコがついていて、ここ歌詞が変わってます。あと、ここもちょっと違ってますね。これね、上の段は1回目、下の段は2回目ということになってます。これ繰り返すんでね、サビ。1回目に出てきた時は上の歌詞を歌っていく。こんな感じに考えておいてください。じゃあ、これ一時停止で書いていってください。OK かな。で、ここ、来たら、またもう1回サビに戻りますね。で、戻ってきたらですね、さっき言ったように今度は2回目のサビは下の歌詞を歌う。こんな風な、楽譜になっております。で、もう1回ここまでやって終わったよと。こんな感じでいこうと思います。はい。ですね。はい。ガズレレアレンジでした。じゃあ出てくるコードをご紹介。まずちょっとこの赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンで出てくる頃ね。今、こっちだけ。今やったのこの6個のコードですよ。言っていきます。CAm、FDm、G7、E7。この6個のコードだけで今、ヤングアダルトできたんです。はい。これをね、初心者さんにはもう優しい、簡単コードばっかりなんで、コードは今日簡単ですよ。一応ご紹介。この映ってる今6個のコードは入門コードのグループ、これです。ガズレレ必須コードのチームでございます。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このちっちゃいクレードを音楽始めたいなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のコードのグループ、10個もあるのかと思うかもしれないんだけど、入門コードなんで、一個ずつ見たらどれも簡単。だけど、いっぺんにどっと10個覚えようと思ったら大変ですからね。もうごちゃごちゃになっちゃうから。そこで私が皆さんの頭に覚えられちゃう。めちゃくちゃいい動画撮ってます。ここでリンク貼っとくんで、ぜひともご覧になってください。ここで10個マスターね。今日はこの6個が出てくる。簡単ですから、今日、コードは簡単よ。ただし、歌ですね。何回も言うんですけど、特にですね、たまにこう、早く言うところのタイミングが難しかったりですね、スマートもこのね、A メロのところのね、あとはまた、汗まみれの、スマートフォン棒とか、このささっと急に早口なところが出てくるとか、ゆったりしてるようで言葉がささっと早くなったりとか、そのこの、なんと抑揚っていうかが歌の中でもすごく表現されているので、この辺がキーポイントかと思うんですけど、まずは聞き込みがやっぱ大事だと思うんですけどね。はい、じっくり行きましょう。じゃあかっこいいバージョンの解説、ここから入っていこうと思います。かっこいいバージョンではコード2個追加。まず1個目。C メジャー7というこのコードなんですけど、これはね、簡単なんですね。はい、ここです。ここ。で、かっこいいバージョンで、この C メジャー7と C を使った、かっこいいフレーズが出てくるんで、これちょっと後でイントロのところで紹介しますね。見ておいてください。あともう一個出てくるコード。これが超難しいけど面白い、いい響き。Bm75。はい、サビで出てきます。押さえる場所はですね、いいですか？ここと、ここと、ここと、この4箇所なんですね。ここって、つまり Dm でしょ。Dm というコードを押さえておいて、小指で1弦の2フレットって考えるか、あるいは G7 というコード、G7 というコードを押さえておいて、親指で4弦の2フレットか。これどっちでもいいと思います。ガズはね、どっち、こっちかな、どうだろうな。こうやって、まあこれその時によってガズも違いますね。Dm を押さえて小指か、G7 を押さえて親指か。はい。押さえる場所はどっちにしても、こことここになってます。この響きがめちゃいいんですよ。聞いてて。なんでしょう、この切なな響き、これはね、いい響きなんですけど、ちょっとコツがいります。手首だいぶ斜めにしないとですね、 Dm 中心だと。 G7 の時はもうグリップグッとやる感じですね。はい、これぜひ余裕出てきたらやってみてください。じゃなかったら Dm でも十分ね、曲はすごく美しく成立してるんで、バッチリだと思います。で、今日出てくるリズムなんですけどね、今日これがですね、お届けしたい今日出てくるリズム、これドーン、ブリッジミュートと8ビートルチャー、この2つのリズムでいこうと思います。このブリッジミュートっていうのはね、なかなかこのロックの感じがよく出るいいリズムなんですけどね、今映ってるこの2つの弾き方、ここにちょっとリンク貼っておきます。
このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚なんですけど、今映ってる2つのリズムの濃厚解説レッスン動画がすでにそこにもアップロードされておりますね。じっくり見てやってみていただきたいというふうに思います。ちなみに今日ブリッジミュートっていうのはね、もうこれ A メロ B メロ前半戦全部ブリッジミュートなんですよ。これがね面白い。でちょっとこれ見てください。こういうアクセントをつけながら全部ダウンピッキングで弾くというのが基本になります。じゃあ C を押さえてやってみると、タッと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 、これ不思議な響きじゃないですか。ブリッジミュートっていうのはこの白いところ弦が出てる、ここに手のね、この部分をですね、こうやってちょっと優しく当てて音をくすぶらせてですね、ここでアクセントついてるじゃないですか。アクセントの時はちょっと広げてあげる。これ結構奥が深いリズムですよ。さっきのね、あのリズムここいろいろというところで、基本中の基本のね、ブリッジミュートの解説をしてるんですけど、今日ダウンピッキングだけっていうのがまたキーポイント。ダウンピッキングっていうのは、だん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 、はい。アップが入んないんですよ。これで、ずーっと安定的に淡々としたイメージを出していきましょう。これはちょっとね、慣れが必要なリズムでんですけど、アップがない分、ダウンピッキングも結構楽にできると思います。まず、アクセントをつけるちょっと練習かな。ちょっとゆっくりやってみましょう。せーの。いいリズムでしょ。これで歌を歌っていきます。でこれはですね、ちょっと一緒に歌うのはこれ至難の技なんで、かなりトレーニングが必要になると思いますけど、難しかったら8ビートのチャでずっとやってもいいと思います。ちょっとじゃあ A メロを歌ってみましょう。ここでいきますよ。せーの3。夢を見失った若者たちは希望を求めて音楽を、こんな感じになります。これ雰囲気かなり出てると思いませんか。これあんまり力入れちゃダメですよ。優しくアクセント、僕の場合このガズさんの場合ここをね、なんとなくこう癖でこうボディを叩いちゃう癖があるんですけど、これやんなくてもいいですからね。なんかはい、この感じはですね、なこのマカロニ鉛筆さんのヤングアダルトにちょっと欠かせないかなと思ってちょっと取り入れさせてもらいました。このダウンピッキングで A メロ B メロ1番2番全部これいきますからね。はい、これはね、なかなか修行が必要だと思います。歌だってただでさえ普通に4つ弾きで歌うのもね、なかなかこれ難度が高いですからね。はい、修行のように、でも楽しんではやってほしいからね。ここはちょっとね、何回もちょっと繰り返しながらやってみてください。で今日ね、突起すべきはイントロ。さっき出てきたこの C メジャー7というコードを使ったちょっと面白いシンコペーション入りのフレーズ、イントロやってみます。せーの3。はい、基本のね、ブリッジミュートのこの基本、この曲の基本フレーズのところでフレーズみたいに入れるんですよね。 C メジャー7と C 繰り返し、1弦の2-3-3-2-3、これだけです。これ結構簡単なんで、そのリズム基本のね、このダウンピッキングの、ブリッジミュートの奏法ができたらこれはすぐできると思うんで、しかもここ歌ってないですから、これはちょっとムードを高めるためにイントロを使っていきましょうということでございます。で本当にね、ここまではもう淡々と歌とどれだけ気持ちよくシンクロできるかっていうところ、あとリズムが速くならないように。でもダウンピッキングでやってるとリズム速くなりようがないんで、そこはね、リズムキープはね、ここが大丈夫だと思います。で、それが一番最後ので B メロ 2番の B メロが終わってサビに行くところからちょっとまたこう盛り上げていくんですけど、サビでは8ビートのチャンでドーンとね、迫力たっぷりで、行きたいと思うんですけど、ちょっとだから 2番の B メロの一番最後の方からやってみようかな。優しい言葉であの子の孤独を殺せてたら何しようかな。優しい言葉で、ちょっとあれも知らない、優しい言葉であの子の孤独を殺せてたらなー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 とパーなー、こんな感じ CCCGE7。 今リズムが E7 のところでドーンと前に食い込んできた、これがシンコペーションです。矢印マーク、この矢印マークのところでリズムが前にドーンと食い込んでくるよと覚えてください。優しく殺せてたらなー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 、こんな感じですね。夜を越えるためのここからはダイナミックに8ビートのチャでクッといきましょう。で、このサビのところでさっき出てきた Bm7-5 が出てくるんで、ここはね、抑えられそうだったら言ってもらいたいなと思って、切ないコード。感想、愛を探してる。ここでまたブリッジミュート戻ってくるんですよ、感想。はい。ここがかっこいい。
一回またこうおとなしくなるかね、ブリッジミュートのこうダウンピッキングで、またガズレレアレンジバージョンだと、ここからもう最後のサビに突入です。で C 夜を越えるため、だんだん盛り上がって最後のサビを繰り返して、また最後あのダウンピッキングのブリッジミュートで、ゆっくりこう淡々と終わっていくという、そういうね抑揚をつけたアレンジになっております。これは結構ですね奥が深いでございます。秋の夜なの、芸術の秋にねじっくり取り組みたい曲になるんじゃないかなというふうに思います。やっぱりあの曲の演奏もね、あのもちろんそうで、言葉のタイミングとかメロディーもなんですけど、やっぱりこの曲の持つ、まあ、メッセージというか、この歌詞の内容とか、そのプロモーションビデオの映像の世界観とか、この若者のなんかその熱い気持ちみたいなものも全部こう感情表現として、やっぱ歌にねこう気持ちを込めて、やっぱり音楽をやるのは大事になると思います。はい、行ってみましょう。マカロニ鉛筆のヤングアダルトガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。1、2、3、4。のヤングアダルトガズレレルかっこいいバージョンやっていました。この青春の熱い思い、この音楽でね、最初のあのゆっくりした感じからサビでこうドーンとこう開ける感じ、このうねりもね、全部こう表現して、いけると、これはかなりねいいと思いますよ。はい、じっくり取り組んでいきましょう。先ほどもお伝えしましたけど、あゆりガズさんと行くベトナムツアー JTB ツアーで、募集開始中です。概要欄に貼っとくんで、ぜひ皆さんご検討してください。もうガズレレの修学旅行みたいなもんですから、よろしくお願いします。重ね重ねですけど、ガズが使ってたウクレレたち現在大好評、販売予約受付中、こちらも概要欄に貼っときます。いろんなラインナップ、めちゃくちゃいいウクレレですからね、いつも皆さん聞いていただいてるやつでございます。はい、ぜひチェックお願いします。全国5カ所のツアー開催中。はい、こんな感じの予定なんですけど、実はもう3回
終了してます。あと残すは2個で、10月は大阪、11月は横浜なんですけど、皆さんありがとうございます。もうチケットソールドアウトなんですよ。本当に大感謝でございます。来られる方一緒にワイワイやりましょう。ちょっと行きたかったけど無理だったという方またご案内しますんで、ちょっと情報お待ちください。Gラボのですね、 YouTube チャンネルがですね、オープンしてますよ。皆さん知ってますか？今ガズさんが初心者の女の子に教えてる企画とか、ぜひ Gラボのね、 YouTube チャンネルチェックお願いします。概要欄にリンク貼っとくんでね、ぜひ必見ですよ。あとガズさんね、ガズピアノという YouTube チャンネル、鍵盤楽器超世界一簡単鍵盤楽器もやってるんですよ。これで今度10月に本が出ることが決まってます。このピンク色の本、ハニーさんも先生役で一緒に出てますからね。これただいま大好評で予約受付中、 Amazon で、ガズピアノって検索すると出てくると思うんですよ。内容確認してぜひともご予約をお願いいたします。そして毎度なんですけど、この紫色の本をはじめとしたリットミュージック社から出てるウクレレの楽譜の本、絶好調でもうね16万部ぐらいね売り上げあると思いますので、皆さんこれめちゃくちゃ分かりやすい本でね、これ書いて育てる本なんで、ぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いします。そしてガズレレではですね、ガズレレのアプリがあります。これはですね、中で楽譜が見れるという画期的なもので、自動スクロール機能とかメトロノーム機能も追加してあってる、すごくいいものなんですけど、これのね、書籍版もあったりするんですよ。これガズレレ公式ページにね、すごく詳しく解説が、ガズレシピの解説あるんで、ぜひ見てくださいね。あとガズレレではいろんなグッズ売ってます。キャップだとか、この、ここに挟んでいる水引きだとか、はい、ハニー特製のストラップだとか、もうステッカーだとか T シャツとかいろいろありますよ。それもホームページに見るといろいろ載ってますんでね、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。それでは本日のガズレレ YouTube レッスン、これにて終了です。楽しく音楽しよう。それではね、皆さん、バイバイ、さよなら。